キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、ビットコイン ETF で考える本来の仮想通貨の意義というようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信しておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから AI と英会話などいろいろ番組やっております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。 YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題のビットコイン ETF で考える本来の仮想通貨の意義というようなところでのお話なんですが、この度ですね、ビットコイン、仮想通貨ですね、こちらがこう ETF の承認がされたというようなところで、まあ、その界隈でも、いろいろこうにぎわっているような、ところでは、あります。まあ、ただその一方でですね、値動きもこう非常に今激しくなっているので、初心者の方は今ちょっと手出さない方がいいかなというような、そういうような状況だと思うんですけど、この番組はね、どちらかというとエンジニア向けな番組でもあるんで、ちょっと投資の話をすると、ちょっと、わからない方とか結構いらっしゃったりするようなところがあるので、ちょっとなるべく噛み砕きながら、ちょっと専門的な用語のところとかの説明も加えながら、ちょっと説明させていただこうかなというふうに思っておりますが、そもそもね、この ETF っていうのは何だっていうようなところなんですけど、Yahoo! ニュースとかでもね、結構この言葉出てくると思うんですけど、投資信託そのものですね。ちょうど前回の配信でもちょっとお伝えしました、AI の投資信託いいんじゃないかみたいな感じでね、この前ちょっと話させていただいたところもあるんですけど、それの一種ですよね。いろいろな金融商品がセットになって、一括で管理できたりとか、そういうようなところもあるんですけど、これがね、ビットコインでもこうできるというようなところで、なんでこの ETF がいいのかっていうようなところの話にもなってくるんですけど、っていうのも普通ね、暗号資産取引所とかそういったところ行けば普通にビットコイン買えるんで、そこでちゃんと手続きやれば、それをわざわざなんでこの ETF でちょっと買う必要があるのかというようなところでもあるんですけど、取引所の種類がちょっと変わるんですよね。暗号資産取引所ではなくて、証券取引所でも金融商品として扱えるようにこうなったっていうようなところでもあるんです。はい。ここが一つ、いろいろな種類の金融商品として買えるっていうようなところが、ビットコインにも結構将来的には結構資金が流入しやすくなってくるんじゃないかなというような、そういうようなところが今期待が寄せられているようなところでもあるんですけど、これによってこれまで、仮想通貨のビットコインとか、買えなかったね、おじさん世代とかね、そういうような人たちが、証券取引所でも扱えんだったら、ちょっと入れてみようかな、みたいな感じで、動きに走る人とかも、ちらほら出てくると思うんでね、それで、大量の資金がビットコインに流れてくんじゃないか、みたいな、そういうような思惑から、ちょうどここ、一週間の値動きとしてビットコインが爆上げするような、そういうようなところもありましたよね。ビットコインのチャートとかね、Google 検索とかしてもらえたら多分見れると思うんで、そちらでもちょっと参考にしてもらえたらというようなところでもあるんですが、ただね、本日、放送しております1月13日土曜日なんですけど、今ね、なんとETF 承認されたのになぜか大幅な下落をしているというような、そういうような状況なんですね。はい。これは俗に言う投資は噂で買って事実で売るみたいな、そういうようなことかなみたいなね、とこありますかね。噂で買って ETF 承認でもう材料出尽くした感じになると、もう材料がないんで、もうそれで売る、売りにどんどん落ちてってしまうみたいな、そういうような感じなんじゃないかなとか、いろいろな思惑が、このマーケットを賑わせているようなところもありますが、ただ、とにかくこの最近のこの値動きは本当に投機的かなというようなところもあり、本当にその情報を知ってる人と知らない人で
こう明らかに勝敗が決まるようなこのマネーゲーム的なそういった値動きをしているなっていうようなところがやっぱり否めないかなっていうようなところなんですよね。はい。まあ、ちなみに私はもともとビットコインとか全然持ってなくて、時価総額2位のビットコインの次にこう有名な仮想通貨のイーサリアムっていうのも持ってまして、そっちの方をもともとちょっと買ってたんですよね。はい。なので今回の騒動とはちょっと蚊帳の外かなとも思ってこう静観してたんですけど、まあ、なんとねビットコインの ETF 承認後にビットコインの値動きがうんぬんっていうことよりも、なんか、なぜか、こう、イーサリアムが、こう、爆上がりするみたいな、そんなような事態にもなってたんですよね。はい。まあ、なんか、まあ、これもちょっとなんか、逆に、ちょっと怪しさが、プンプンするようなところがあって、私もちょっとニュースとか、いろいろ追ってみたんですけど、まあ、なんか、イーサリアムも、こう、ETF の承認の申請を目指しているみたいなところがあるみたいで、そのビットコインの次に、イーサリアムとかも今度次に来るんじゃないかみたいな、そういうような思惑がマーケットでいろいろ取り上げられているようなところがあって、まあそれでなんか、ビットコインの ETF の承認後にイーサリアムがこう爆上がりするみたいな、そんなようなことがなんかあったみたいですね。はい。まあこれもまあ私としてはラッキーパンチというか、まあただねですね、イーサリアム保有者としてはですね、まあこれはちょっと喜ばしいようなことのようにも思えるんですけど、本音言うとですね、あまり投機的に爆上がりしてもらうようなことはちょっとやめてほしいなって思ってるようなところがですよね。はい。まあそれよりも着実に少しずつ値上がっていってほしいなっていうふうに思ってるようなところがあって、まあこういう噂を買って事実で売るみたいな投機的な流れがあるときって、あんまりその金融資産自体にはいいことではなかったりするんですよね。本当に、まあ、爆上がりこそすれ、その後にボーンと落ちたりするようなところがあるんで、気持ち的な部分ではあまり、好きではないところもありますし、長期保有のホルダーの人とかも、こういうのに揺らされて、退場させられたりする、マーケットからね、退場させられたりするようなところがあるんで、まあ、逆にこういうようなことはやらないでほしいな、というようなところがあるんですけど、まあ、どうしてもね、ETF かっていうと、まあ、一緒に一回あるかどうかの一大イベントなんで、ここまでニュースで持ち上げられてしまいまして、仮想通貨の歴史がちょっと変わるような瞬間でもあったんでね、ここまで取り上げられてしまうのは、まあ、無理もなかったかなというようなところでもあるんで、まあしょうがないかなというような感じで、こう長い目で今見てるようなところでもあります。まあ初心者の方はね、このようなタイミングであまりちょっと買わない方がいいかなというような感じですかね。ビットコインもイーサリアムも、はい。まあ特にまあこういったね、投機的にこう噂や事実で、こう敏感に動く、ようなこういうようなチャートの動きしてる時っていうのはですね、人間の判断では追いつかないレベルでいろいろ取引が行われてるんですよね。まあそれこそAI とか、まあそういったものがこうかなり参入して、自動売買がこうセットされているようなことが結構あるんで、まあこういうようなところで人間の判断で売り買いをこう判断していったりすると、まあ大抵負けて退場させられたりして終わったりするのがまあ常なんでね、こういう時はあまり手出さない方がいいかなというふうに個人的には思っております。まあというのもビットコインの承認前にですね、いろいろデマ情報が、なんか流れてたところもあったみたいですよね。SEC からビットコインが、こう、承認、却下されました的なね、そういうようなデマ情報が、こう、一時、こう、流れて、まあ、それによって、ビットコインの値動きとかも、一回ガクンと落ちたと思ったら、今度は承認です、みたいな感じで、そこから、もう、うなぎ登りに、ボーッと一時的に怖がって、みたいな、まあ、そういうようなところがあって、まあ、これまさにね、プログラミング的に売買されてるな、っていうようなところが見て取れるところもありまして、もしね、この辺の様子とか、ちょっと見てみて、プログラミング的に、まあ、どういうような自動売買されてるのかな、とか、そういうのが、気になる方はビットコインのここ1週間のチャートとか、まあそういうような視点で見るのはまあいいかもしれないですかね。はい。まあおそらくなんですけど、まあ今よくやられているのは最近のこのニュースとかの文字情報をこう抽出して、まあそれで自動売買を、まあどういうようなニュースが出たらこう、ね、売買買うか売るかみたいなことをこう AI に判断させてセットさせているっていうようなものが多分あるのかなってこう思えてしまうとこもありますかね。まあそれだからこそここ1週間の値動きがあそこまでこう大きく上下に変動したっていうようなところもあるのかなっていうようなところも見て取れる節があったんですけど、
まあ、とにかく、AI の判断はもう人知を超えるスピードで、こう、売買の取引がされるんで、こういうようなデマニュースですね。こういったものに踊らされて、アナログ的に、取引の注文とか出してしまった、人間のトレーダーの方は、おそらく負けた人がほとんどなんじゃないかな、というふうに思えますかね。こういうデマ情報にね、踊らされると、まあ、どうしても AI の方が判断が早いので、まあ、絶対勝てないですよね。本当に文字抽出してなんてのは、0コンマ何秒の世界で、注文出せるんで、で、人間がこうニュースを読んでからこう判断してるなんていうのはもうまあ早くてもやっぱ1分ぐらい、もう文字を理解して注文を出すのに1分以上はかかると思うんで、まあずっとかじりついて画面見ていたとしても、まあそれぐらいの判断のスピードになっちゃうんで、もう AI のそういった判断、損切りのスピードとか、あとはね、ビットコインのニュースが出て、仕込むタイミングのニュースとか、そういったものをなんかは、こう、人の頭で判断してやっちゃダメなんですよ。絶対負けるんですよね。はい。だからもしね、人間がこういったまあ、トレードでこう、勝つには、まあ、どうしたらいいかなっていうのは、もう、今の時代も、本当にこう、長期保有しかないかな、ぐらいな、まあ、そういうふうに、まあ、私も思っているようなところがあって、まあ、こういうのは短期筋的になんか売買するっていうのは、昔はちょこっとやってた頃もあったんですけども、今はねもうAI のやっぱ恐ろしさを知ってるからこそですかね、こういうのに参戦しないようにはして、もうすっごい長い目でこう見るようにはしております。はい。で、ETF 化の、まあ、今回まあ、ニュースに関してなんですけど、まあ、こういった自動売買の取引の問題っていうのも一つもそうなんですが、まあ、まあ、本題からちょっと離れた話、ちょっとしてしまったとこもあったんで、少しちょっと本題戻らせていただきますと、そのビットコインのETF のメリットってなんだろうなっていうようなところ、まあ、そもそもビットコインのまあ、意義みたいなところですよね。まあ、デメリットも含めて、まあ、ちょっと考えてみたいというようなところがあるんですけど、まあ、何ですかね、この、まあ、今回いろいろニュースで、こう、ETF 化して、まあ、どこが、じゃあ、ビットコインにとっていいところだったのかな、というようなところをちょっと振り返ってみますとですね、やっぱ最初、冒頭でも申し上げました、証券取引所でも扱える、まあ、いわゆる暗号資産の取引所以外でもこう、扱えるというようなところ、がこうできて、それで資金の流入がしやすくなってきたっていうようなところが、まあ一つメリットなのはこれ間違いないというような風なところもあると思うんですけど、やっぱなんやかんや言ってその先にあるのは税金の優遇なのかなっていうふうにこう、思っているところもあります。まあ、でこの流れはですね、おそらく日本にも将来来ると思うんですけど、やっぱその投資信託として金融商品ともなればなんですけど、もしかしたらね、将来的には新ニーサとかですよね。まあこういったもので、ビットコインの ETF とか、まあそういった金融商品とかも扱えるような時代が来るんじゃないかなというふうに、まあ個人的に期待もしております。で、もとも現在ではですね、ビットコイン含み益を利確したりすると、場合によっては50% 近くね、税金、徴収されてしまったりするようなとこもあるんですけど、まあ、こういったものがですね、もし新ニーサとかでね、ビットコイン扱えるみたいな、そういうようなことになれば、かなりこう税金面で、優遇されるかなというようなところがあるんで、まあ、もしね、新ニーサでビットコインの ETF 扱えるみたいな、そういうような話が上がってきたら、私はですね、おそらく迷わず、レベルにもよると思うんですけど、ビットコインの ETF 購入する方向に動くかなっていうふうに、まあ、構えてはおります。まあ、何年後かにはなるかもしれないですけどね、はい。まあ、あと、まあ、新ニーサの一番いいところは、長期保有をすればするほど、メリットが出てくるっていうようなところがあるので、まあ、こういったところと、あと、やっぱその暗号資産取引所ってちょっと怖いところもあるんですよね。っていうのが昔2009年頃ですかね、ゴックス事件ありましてね、マウントゴックスがの社長が、マウントゴックスの仮想通貨の取引所なんですけど、まあ、その社長がビットコイン持ち逃げして、その取引所自体も破綻してみたいな有名なまあ、ニュースがあるんですけど、まあ、それをちなんでビットコインとか暗号資産がハックされたりすると、ゴックスされたみたいな、そういうような感じで
まあ、あの造語みたいなものが今できてるっていうのは現状もありますけど、まあ、そういうようなことは証券取引所だったらそうそう、まあ、起こらないかなというふうにこう、思えるところもあるので、まああのね、もしね証券取引所がゴックス化されたりしたらもう株価なんてもう全世界レベル的にこう暴落みたいなそんぐらいのインパクトのあるニュースになるかなというふうに思えるので、やっぱあの暗号資産取引所に比べてやっぱ証券取引所の方があの安定感あるんでね、あとはあの安全っていうようなところもあるんで、まあ、こういったところはですねビットコイン ETF に関してのあのメリットかなって思えるところでもあります。ただその一方でね、あのデメリットってなんだろうなっていうふうにこう考えて、まあこれについてもちょっと思う節があるんですけど、やっぱその、もともとね、ビットコイン、この本来の意義っていうのは分散化なんですよね。この特性がですね、ETF 化されるとちょっと失われてしまうかなというようなところが、まあちょっと残念に思えてしまうところもあります。これはあの正直なところ。はい。で、ビットコインはあのサーバーがこう分散されて管理されているっていうようなところでもあるんで、もともとあのビットコインのあの仮想通貨のこの意義はですね、あのもう公平な取引を、まあ、公平なマネーを提供するっていうようなところでもあったんですよね。はい。まあ、これは何を意味するかっていうようなところなんですけど、お金っていうのは基本ね、大金持ちの人が必ず勝てるような、まあ、そういうふうにこう動くような、あの、ものなんですよね。はい。まあ、あの、こういうのはマネーゲームからの脱却を一つポリシーとして立ち上がった金融資産が、これがビットコインでもあったんですよね。はい。これが当時、その、ビットコイン立ち上げた、サトシ・ナカモトの、あの、ポリシーでもあったみたいですけど、まあ、あの、サトシ・ナカモト本当にいるのかわかんないですけど、まあ、とにかく、あの、そういうような、あの、ポリシーがあったんですよね。ただ、あの、これが、あの国家レベルで、ちょっと管理されてきたりすると、まあ、そのポリシーがちょっと崩れてしまうかなというようなところですよね。はい。まあ、あの言ってしまえばあのビットコインとか、まあ、こういった、暗号資産っていうのはあの国でも管理できないっていうようなところ、まあ、この特性はあの危険である一方でフェアなあの取引を提供しているところでもあったんですけど、この特性が ETF 化すると失われてしまうかもしれませんかね。はい。こういったところが、まあ、ちょっと残念かなと思えているようなところがあります。これまでの人類にないようなあのお金のこの仕組みがこう出来上がってたっていうようなところが、まあ、ビットコインの良さでもありましたんでね。はい。まあ、まあ、先ほども言いましたけど、税金が優遇されるっていうようなことは、一見ね、あの、トレーダーの人にとってはかなりこう、ハッピーなことのようにも思えるところもあると思うんですけど、50% ぐらい税金が取られるみたいなね。まあ、それを裏返すと、国が管理しにくいからこそ、それだけの税金を誇張するような仕組みだったっていうような意味があるんで、まあ、これが、あの、税金が優遇されるように、まあ、今後将来になったとしたらですね、まあ、言うまでもないんですけど、まあ、それだけ国が管理しやすくなった資産であるっていうようなことを意味するわけなので、まあ、だからこそ、ね、まあ、税金ちょっと優遇してあげるよっていうような、あの、仕組みができてくるんでね、はい。まあ、ちょっと逆説的なところでもあるんですけど、まあ、この辺は、そうなんですよね。国が管理できるっていうようなことになってくると、やっぱその、ビットコイン自体も、まあ、何やかんやって、お金持ちの人ほど有利な取引ができるようになってしまう、まあ、ツールになったのかなって、まあ、そういうふうに思えてしまう節もありますかね。はい。まあ、とにかく、まあ、こういうような、まあ、金融資産、まあ、ビットコイン、ETF を取り扱う、にあたってはですね、まあ、この部分は少しちょっと頭の片隅にちょっと入れておかなければいけないかなというようなところでもありますかね。はい。まあ、とにかく、まあ、これからの時代、まあ、どんなようなあの金融資産もそうなんですけど、やっぱ何やかんって、やっぱお金持ちの人ほど有利な取引ができるような、まあ、そういうようなものなので、まあ、これに関しては、まあ、そうですね。まあ、私個人が、まあ、どういうふうにこういうようなものと付き合っていったらいいのかっていうようなところにもなってきますが、うん、まあ、これちょっと難しいところでもありますけど、まあ、いろいろな意見あると思うんですけど、やっぱ早い話が、自分自身も、お金持ち側の人間になれるように努力するっていうようなところですかね。うん、まあ、これしかないのかなっていうような、そんなような感じですかね。はい。
まあ、とにかく、私もともとその投資っていうものにもですね、趣味としても、まあ、ちょっと興味があったんで、新しい技術とか新しい価値にはちょっとずつこう投資してみて、でお金持ち側の人間になれるようにこう努力していけたらなというふうには思ったりしております。はい、まあ、参考までに本日は以上になります。では最後にいつもの同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。